お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらね、ブリッジパニックのデッキを使いこなそうチャレンジというものがね、来てます。というわけで、これをね、攻略していきたいなと思います。まあ、一発は、忘れてください。というわけで、いろんななんかチャレンジがマジでね、今後もあるんですけど、またこの辺もね、すごい動画出せたらいいかなと思います。うわ、ババかわいそうですね、これ。はい。というわけで、今回もこれ、前もこんな感じのチャレンジがあったんですけど、名前は違うんですけど、なんか主軸、何枚かカードがないんですよ。で、その中から、こう、デッキを作って、頑張ってくださいね、というチャレンジなんですけど、まあ、これね、見たらわかるんですが、僕は今回紹介するのは、まあ、クローンですね。はい。クローンデッキなんですけども、いないカードですね、まず。いないカードが、ジャイアントと、あとは、エリクサーゴーレム。そしてあとゴーレムとペッカ、まあ、などがいないです。あとまあいないのは多分なんかいろいろいないんだと思うんですけど、そんなわかんないです。あとメガナイトか。そうですね。メガナイト、ペッカ、エリゴレ、ジャイ、ゴーレムと結構まあ主軸となるようなカードがいますね。あとスケバレですね。はい。まあその辺がね、いないというわけなんですが、ディガイもいませんね。で、じゃあ何が強いなんて、ラバとバルーンもいません。はい。これ結構重要ですね。ラバとバルーンがいないので、言っちゃえば、陸しかいないんですよ。そう。で、これ、よーく見たときに、まあ、言ったら主軸となるのが、まあ、ラムライダーですね。そして、あとは、まあ、ウォールブレイカー。そして、ロイヤルホグ。と、ホグライダー。と、ロイジェイなんですよ。これマジで、これだけしか言いません。言っちゃえばね。なんか、他なんか頑張れば、ナイトガゴムレとか、まあ、エリーババーレイジとか、まあ、いろんなね、戦術があると思うんですけど、主には、ロイジェイホグ、ロイホグ、ラムライダー、しかね、いないので、じゃあそこにすべて、ね、共通点としては、やっぱリークなんですよね。なので、このゴボリね、まあ、ババコヤでもいいと思ったんですけど、このゴボリがね、言っちゃえば防衛最強ですね。ゴボリ入れとけば、基本的にもう相手のその主軸ね、どのような攻めが来ても、どれもね、守れてしまうよというので、まあ、今回ね、キョスケクローンでやっていくんですけど、いや、俺は自分で作ったデッキでやるって方とかも、結構ゴボリを入れれば、すごいね、クリアしやすいんじゃないかなと。思います。まあ、ゴボリじゃなくても、こう、他に、ババコヤとか。まあ、ババコヤでもちょっと重いんですよね。7コスなんで。そう、そこでちょっと使いにくいかなと思ったんですけど、ババコヤもいいと思います。そして、まあ、あとはミニペッカとか、バーバリアンとか。まあ、なんかそんな感じで、陸メタのカードが、今回のチャレンジの、こう、鍵となるのではないかなと思います。というわけで、僕はまあ、ゴボリですね。今回ゴボリ。で、ムーとなく、ワンチャンミニペでもいいかなと思ったんですけど、まあ、キョスキクローンならムートかなっていうところで、はい。今日はね、この方でやっていきます。でさ、マジアチャですね。で、クローンからしたらマジアチャって結構厄介ですね。これはまあ、普通の神器ですね。普通のテンプレですね。今んとこいて。多分神器デッキじゃないかな。ランバーラムとか。まあ、そんな感じなのかな。まあ、わかんないですけど、マジアチャ系はクローンからしたらね、まあ、すごい天敵なんですけども、よいしょ。さあ。守ります。あ、これやったか、さと。カウンターですね。カウンターです。で、これクローンしてーなー、マジで。絶対クローンしたらきついっすよ、これ相手。ムーンとか来んのかな。あ、じゃあユーノですね。さあさあさあ、クローンして、タルババ咲いた後なので、オッケー。この透明ムート、透明ムート、お前どっちが欲しいんだ。オッケーオッケーオッケー。さあ、ムートがね。いやー、いい感じに稼いでくれますね。で、今回これヤンナーメでね、僕やってるんですけど、普段からトルネードを使い慣れてる方だったり、いや、ナーメあんま使ったことないなーっていう方とかは、ぜひね、トルネーの方が、まあ、言っちゃえば強いかもしれないですね。だから、ナーメの方がまあ楽なんですよね。ロケット押しとか、ガホムレとか来たら、ナーメポイって打つだけで、まあ、楽なんですけど、まあ、トルネードの方が、相手がもしウィザードとか、まあ、なんかこう、ね、クローンの天敵だった時に巻き込んで処理できるっていうのが、まあ、強みになるのかなというところで、よいしょ。まあ、そこはお好みでね、やってもらえればいいかなと思います。相手、インドラですね。インドラ、ああ、マジアチャーで俺のムート壊されるの嫌だな。待って、飛んでくんな、飛んでくんな、飛んでくんな。オッケーオッケーオッケー。さあ、で、僕としてもこれむずいですね。あと541で、これ、神器デッキっていうね、こう、普通の、ね、なかなかちょっと難しいデッキを相手が使って、来るもんですけど、僕もまた困りますよね。さあ、スケルトン部隊が強い。スケルトン部隊が強い。で、ここちょっとクローンはいらねえな。これだけでもちょっといらなかったな。まあまあまあ。落ち着きのムーと、
さあ、どっかでクローンで一気に決めたいですね、僕も。さあ、来るか。一回来ない。さあ、マジアチャ今回いないターンですね。あ、これ止めちゃおう。止めて、いや、これチャンスじゃないですか。結構チャンス。あ、でも5来んのかな。5、ほら、いけーお前ら、よしよしよし、チンパン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 。気をつけ、気をつけ、早歩き。来た、行きたくね、早歩き。いや、早歩き来わか、お前。もうちょっと、来てねんかや。もうちょっとでしたね。早歩きって呼び方ですけど。あ、あっち行っちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って。お前、なんで、あっち行く？元気ですね。元気ですね。待って、雪玉がなんか欲しい。そうそうそう、ファイブ来るで一回防衛されるでしょ。まあ、あと530なんで、僕としてはガン今でもいいんですけど、追いつかれそうですごい怖いですね。チャレンジでマジで、たまにすごいいい試合するんですよ。本当に。困りますよね。チャレンジでいい試合はあんましたくないですね。言っちゃえば超しんどい、超しんどい。あ、やばい、ファイブドル、ファイブドル。いや、クローンで、クローンでワンチャンの稼ぎ。え、マジ、ワンチャンの稼ぎ。ワンチャンの稼ぎ。あ、そっち行った？なんでな。あ、でもファイブだけだったら間に合わないですね。おってことは、ワンチャンある。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 マジでワンチャン？ほら、行け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 。ファイブ来る、ファイブ来る、ファイブ来る前に。なんか一発ある。一発ある。ワンチャンある、ワンチャンある。来た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 、グッドゲーム。あぶねえ。これ、マジアチャはね、ちょっと違いますよね。マジアチャはきついんですけど、まあ、これが、トルネだった場合ですね。ちょっと次トルネでね、まあ、やってみようかなと思うんですけど、トルネだった場合に、こう、相手の奥のマジアチャとかを攻めトルネで、もう一瞬で処理して、とかっていうものがね、可能になってくるんでね。まあ、トルネの方が万能っちゃ万能なんですけど、まあ、ヤナハメの方が楽、そして簡単かなと、まあ、いうところで、そこは皆さんにすごい、お任せかなと思います。めっちゃ俺の好きな U のコイン使ってくるじゃん。てか投げるの好きだな。ヤオってくんかい。まあ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 、さあとりあえずね、 U のでも出しつつからのですね、ゴボリがマジでね強いんですよね。何も出してこないですね。まあ何も出してこないなら巨助を出してもいいんですけど、巨助ダクネを組みたいんですよね、僕としては。巨助ダクネクローンとか、まあ、ダクネ、まあ、キョスケダクネか。キョスケダクネとかを組みたいので、これとかもちょうどいいですね。はい。キョスケダクネ組める。なんならここにホグとかラムとか来ても、ゴブリンの檻で受けれるよというね、感じでさ。いいですね。いいですね。そうそうそう。とりあえずダクネ出すでしょ。で、これでもうクローンして終わり。オーブンのファイスピ飛んでから死にます。で、クローンしたことによってトリトンもちょっと困るとね。あー、待て待て待て、あ、待て待て。いや、いいぞ、いいぞ、いいぞ。早く、早く。来たー、一発ナイス。いや、これがね、でかいですね。キョスケダクネでクローン。で、キョスケダクネにもしウィザードとか作ってきたら、一旦その回は捨てて、そのウィザードを、まあ、後ろこう、ムートで回収しつつ、スケドラつけてクローンとかね。ムートスケドラっていう形が結構強いです。ムートスケドラクローンとかもすごいありだと思いますね。さあ、というわけで、一回ごぼうりで盛ります。で、ホグ来たら釣れないんですけど、トルネで無理やり釣ろうかな。これ、キョスケでいっか。キョスケで、マジアチュ処理。あ、マジアチュ処理してほしかったな。まあ、だけど、自然とね、カウンターができるよね。で、これにもクローンしたら、相手からしたら、もう、涙。よし。いや、簡単ですね。簡単かつ強いですね。まあ、クローンはマジで、いつでも強いですね。さあ、もうこれは、真ん中すくやみとか、イケイケどんどんですね。こう、真ん中すくやみ、最強ですね。クラロワにおいて一番強い戦術、真ん中スケルトン部隊説は、結構ありますよ。真面目に。さあ、サンクラー、美味しい。という感じでね。トルネーの強さは、皆さんわかりましたかね。一回も使ってないかもしれないな。今回一回は使ってないんですけど、もし相手がね、ウィザードとかだった時に、最後の最後のワンチャンを掴んだりとか、まあそういうのもできますね。まあ、クローンするタイミングを変えれば、するユニットとか、を変えれば別にね、トルネである必要もないんですけど、まあトルネでもいいですね、というわけでね、さあ、最後急所したらラムライダーがもらえるというわけで、急所したいと思います。あ、ホグ来た。あ、ホグ来たら、一旦トルネですね。一旦トルネで近起動して、キョスジ
巨筋間に合わねえが、オッケーオッケー。相手のデッキホグと分かればもうこっちのもんですよ。ゴボリとホグ2枚ありますからね。あー、巨筋一旦ここでね、おさらばですね。まあまあまあ、頑張ってくれましたよ。さあ、こっから。で、まあ、ゴブリを先置いてもいいですね。ゴブリン乗り、ゴブリ。置いても、次、別にね、トルネードが回ってくるので。あ、バルキリー。攻めっ気すげえな。真ん中マジでちょっと射抜く。してこない。うわー、皆さん。スケルトン部隊。スケム強いよな、マジで。めっちゃ強くないこのカード。さあ、ホグ来ます。ホグ来ます。ポナイ、一回待ってきますね。もう、こっからじゃあ、もう僕のターンですよと。マジアチャがいないのはでかいですね。マジアチャを今回回収しつつ、形をね、組んでいきたいと思います。ホグ来たら、まあ、強ですね。気をつけたくね、これで組んで、OK。一旦、ここは強ですね。一発受けて、逆に形を作れるんでね。サムート追加してあげて、あー、スキムやめて、やめてやめてやめて、俺の気をつけたけよ。いや、でもこれ、あれだな。この、残りがで、うわわ。いや、強。今だって、ファイスピ飛んだっすよね。ファイスピ飛んだけど、そういうものをすべて無視して、ご了承していきます。いや、結局論ですね。なんか他のチャレンジもあるんですけど、ちょっと楽しみですね。何が強いのか。多分また、もしかしたら、なんだろうね。クローン。スペルがないとかあるのかな。全然読んでなかった。読んどけばよかったですね。ちょっとまた他のチャレンジも、楽しみですね。というわけで、今日ちょっとチャレンジ動画が遅いんですけど、っていう話したっけな。いう話をしてたら申し訳ない。で、ほんと遅くなったのはちょっと申し訳ないですね。またなんかリーグ近いと、ちょっと家帰ってから動画撮ることになるんで、またね、ちょっと動画、攻略動画系遅くなっちゃうかもしれないんですけど、そこはちょっとね、お許しくださいと、勘弁してくださいと。いうわけで、トルネ使ったんですけど、ここをごぼり回して、よいしょ。さあ、最強ですね。ごぼりを入れとけば多分このチャレンジは、まあミニペとかでもね、いいかもしれません。何回か同じこと喋ってるかもしれないけど。ふぅ、視野疲れた。もう寝れますね。最近ちょっと早寝早起きの生活リズムになっちゃったんでね。もう夜9時とか来ちゃうと、バリクソ眠たいですね。さあもう今日スキクロンしちゃいますね。さあ、スケルトンいっぱい増やしてあげて。これでね、まあラムライダーゲットということでね、無課金の方は非常に美味しいお送りチャレンジとなっておりますんで、皆さんぜひ、クリアしてみてくださいと、まあ、いうわけでね、今日おるんですけども、なんかね、何使ったらキョロイとかも使ったんですね。一回なんか負けたんですけど、これかなんかホグに負けちゃいましたね。こんな感じのキョロイとかもね使えましたねというわけで、ぜひね使ってみてください。こちらねクリアしてみてください。チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。